実はちょっと長めのお休みをいただいてたんですけど、地元に帰りながら母さんがとあるところに行きたいとずっと言っていて、お父さんの運転で久々にあそこに行こうと言われ行ってきました。見てください、行っちゃった。エスパーニャ、エスパーニャ行っちゃった。チュロス食べた。テスティでした。近くに住んでる人めっちゃビビってる。そりゃそうだよな。まあ俺もさ、小学生の時とかに行ってたけど、あんなに駐車場混んでるスペイン村初めて見たかもしれん。うちの親父は久々にマサルと遊園地に行けるってすごい喜んで、絶叫マシン乗るぞ、マサル制覇するぞって。あのね、みんなには食べさせてあげられないけど、お土産を買ってきたんだ。これ、今ついさっき撮った写真。ポルボロン。スペイン村に行ったら、ぜひ買ってほしいお土産があって、幸せを呼ぶお菓子、ポルボロンというものをご存知だろうか。スペインのクッキーなんですけれど、ほろほろのね、口に入れると溶けるタイプのクッキーなんですよ。うちのおばあちゃんが本当に大好きで、今はね、ないんだけど、昔、オレンジ味のポルボロンがあって、お土産はオレンジ味のポルボロンがいいって言ってくれるんだけど、ごめんねおばあちゃん、今もうないんだ。でもいちご味があるみたい、いちご味とか抹茶味があるみたい、これ買ってくねって言ったら、いちごも抹茶も売り切れとった。あーってことで、買ってきたのがクラシコ。クラシコっていうのはシナモンと黒ごま、シナモンと黒ごまの味、あとチョコレートとバニラの3種類。だから、ね、うちの母さんに今度んごちゃんに会ったら、金鉄さんにもしお伝えできたら、ぜひオレンジ味のポルボロンを復活させてくださいってお願いしておいてって言われたんだけど、どうですか。いや、んごちゃんに直接先日収録で会いまして、行ってきたんすよスペイン村って言って写真見せたらすっごい喜んでくれた。でもポルボロンの話は、でもそれはマサルさんが、マサルくんが直接言った方がいいと思いますって言われちゃって、今言いました。どうかオレンジ味のポルボロン、いやでも無理だろうな。まあ、何か理由があって売らなくなっちゃったから多分無理なんだろうけれど、でもせめて抹茶食べたかったから、在庫復活したらネットで買う。ポルボロンね、実は楽天にネットショップあるんですよ。なので、もしね、ちょっと見え遠いなっていう方もネットでポルボロン買えますので、もし気になった方は、全然案件でもないんですけど、本当に美味しいクッキーなんで。幸せ菓子、ポルボロン。スペインでは幸福のお菓子と呼ばれています。約1200年前から作り続けられ、教会の結婚式やいろいろなお祝い事などで幸せを招くとして喜ばれています。食べるときにポルボロンてんてんてんと3回唱えると幸せになるとも伝えられています。あなたに幸せが訪れますように。レシピあるんだ。オレンジ味俺たちの手で復活させるか、オレンジ味のポルボロン。ってことで、じゃあちょっと配信でクラシコ1個だけ食べよっかな。食べるのずっと楽しみにして、まだ開けてなくて、ずるい。俺のお小遣いで買ってきたんだ。うわー、一個はね、俺の小指の第二関節ぐらい、このぐらい。いただきます。ポルボロン、ポルボロン、ポルボロン。幸せになっちゃった。ああ、俺幸せになっちゃった。ね、今めっちゃマイクの近くで食べたんだけど、全然サクって音しなくなかった。本当にね、ホロホロホロってなって、口の中にふわーっていい香りが広がって、ああ、クラシコ味初めて食べたけど、シナモン黒ごまか。めっめっちゃおしゃれな、優しい、そうね、優しい甘さなんだよね。あっさりしてるからもう一個食べたくなっちゃう。すごいしっとり、あ、そう、口の水分は持ってかれる。これね、多分紅茶とかあったかいミルクとかおしゃれな飲み物と一緒にいただくのがベストかも。美味しい。サクサクじゃない、本当にもうしっとり、しっとりホロホロって感じ。あー、コーヒーね、ミルクティー合うだろうな。悔しいから私もおやつ食べ張り合うな。すまんすまん、煽ってすまん。でも本当にポルボロンは美味しいお菓子なので、もし機会があったら、縁起もいいからね、幸せのお菓子食べて幸せになってくれ。